それではここからちょっとね、荒れてきだすと、あのいつ帰らなきゃいけなくなるかわからないので、はい、3人でやっていきましょう。やっていきますか。はい、ほら、世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。ついに来た。8時間を破る近海の主の近海の首振ってますよ、首振ってます。おお、おお、うわー、やっぱりアジだ、やっぱりアジだ。ほんとだ、主や主や。いや、アジアジ、センキュー、ナイス。本命か。さあ、そうそう、大きくね。お、しっかりと言った。今日はこいつが元気です。はい、こいつの活性が非常に高いです最近の釣れね。なんでか、でもね、船長はしっかり魚もがいるところに連れて行ってくれてるんですよ。ああ、で、誰か一人だけがね、誰か一人だけがものすごく連れてるんですよ船長とグルですこんなされたらだって何も言えんもんね。ね、いいとこ連れて行ってもらって、釣れるところにで、狙いたい魚もおる、うん、で、釣る人もおる、うん、何もおるな、わからん。いや、そういえば俺たちは取材に来た感じそうよね、ズバリおもてなすで結構気持ちが、うん、おごめん、はい、どうぞ、頑張って、はい、おう、いや、エソや、おー、こっちも来た、エソやろ、エソ、エソやろこっちは何、それ本命やろ、うん、なんかどうもね、それ絶対本命やん。でもね、
荒田地区のポテンシャルをね抜群に活かしてバンバン受けさせていただいてますよ。はい、まあ、今回初めて。あったやおお。そしてそれやったら次はまたでかい居酒なんじゃねえの。マジもうキックしますかね。違う違う違う、めっちゃいい系だ。なんだ、イエオ系の味でかい。でかおあ、マジでか、まあ、うわマジか。え35ぐらいあるんじゃねえ。いやいやいや、これでかいね。でかいや、めっちゃいいやん。めっちゃいい。先ほどのやつは丸味、うん、こいつはマジ。あの俺らがアジングで釣る味ね。うん、立派。ナイス、これはうまいぞ。あと1種目で10種目よ。そうか、うん、いやにしてもね、今日ほんと末永くんの日やね、うん、劇場完全に劇場。ナイスです。でかいでかい、やった。引き続き頑張りましょう。あいよ、はい。とうとう本命来たか。イサキと思う。うん、もうもうそそれ確実にイサキでしょ。ジジジジジジって言うんや。さあ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 。うわっ、おお、うわ、でかい糸より。糸より。糸よりの美味しい。おちょっと。ナイス糸より。もう。綺麗。ばっかり思ってた。綺麗だね。じゃあ引き続き頑張りましょう。はい。はい。あれや、あ、黒甘鯛。聞いたことなかった。徳ちゃんが大物と戦い。おおお、どう、イサキ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 、やった、よかったー、やりー、やったー。しかもめっちゃいいサイズ、やったぜ。やったねー、よかったー。来たね、とうとう見に来ました。やったね、やりました。やった。このチャポンチャポン、チャポンチャポンアクションが聞きましたね。その音に寄ってきたってな。おいでおいでって。いや、一時は最初サバがシャッと釣れて、その後はちょっと一時遠のいたと思えば、いや、胸をくんあれ、おお、でかい、はい、やばい。わー、何もぶんなよ。ちょっとね、俺にもかかった距離、遠い。うわマジで、俺が来てた。うわー、取り手取り手。うわー、あ、重さ、うわわわわ。前行こうか、前行こうか、ジロ。あー、やばい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 、事件が起こるぞ。バラすなよー、バラすなよー。もう根は離れたけん、ゆっくり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 よ、よなんかな、うわめちゃくちゃ引いとるよ。うわぁ、やばい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 、走る走る、なんこれ、めっちゃ走っていくじゃん、飛ぶんじゃない、そろそろ。いや、マジで倒れ、マジで、なにこれ、これなに、これなに、なんで、やばい、これなんで、なんかめっめっちゃ僕、あ、なんか一瞬見えた。あれ、なんやろ、見えよるよ、見えよる見えよる、背びれも見えよる、ね、どこどこ、羽羽かな、どこらへん、なんかね、茶色い系な気がしたけど、見えたよ、見えたよ、目なんか見えるもんね、うわー、けた、あー、マジか、けた、うわー、正体知りたかった。うわぁ、何やったの、いやー、ナイスファイター、結構頑張ったけど、いけるって思ったっけなぁ。なんかな、あんだけ走って水面に浮いてくるってなんやろか。なにいやー、なに、ちょっと、イサムちゃん、なんと思う、上に浮くっていうとか、ちょっとわからん、上に浮くっていう、下でかかって上やもんね、バーって水面が泳ぎよったら見えたもんね。うん、見えた、俺も見えたもん。
でこうなんかピョコンってこう出とったもんね。サメや。ウサウサウサ。サメや。そのピョコンは嘘やけど。ウサウサけど水面はモワモワってしよったけん。影の見えやったもん。うわー何やろう。でかいオモハタとかってあがん動きする？せんよね。何やろうね。いや多分俺らが想像もできない魚って思うよ。マグロ系？でもマグロやったらもっと直線でビーっていきそうな気が。まだもっと早かろうね。確かにね、スピードが全然違うと思う。マグロはすごかったね。でもいやちょっとすいません。いや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 、いやお前かーい。やっぱりタコ、やっぱりタコ、たこ焼き、まさかのタコ。これこそそんなことあるや、ね、10種目目せめて8種目目に来てほしかったね。ああ8本目、やったー10種目。あらかじぐすげー、あらかじぐついにタコまで釣れた。うまこっちゃ、ね、一番すごいかもしれない、ね、本当に本当にびっくりした。やばタコかよって感じ。やばい、うん、あらかじぐはタコも釣れます。さあ最後の流しとなりました。はい、いや11種目が来るのか、あのとてつもないやつが来るのか、来るのか。やってみますか。はい、自分の 20g、 はい、今日武装しております。40m50m のところで綺麗にそこが取れた。取れる、うん、いや末永くん一生懸命今宣伝してくれたけど、うん、マイクにじゃなくて徳ちゃんに言ったけど、マイクに多分入っとらんもんね。ごめん、あらかジーパンについてももうベラベラ語ってやるよ。でも本職けん、それが俺。そうね、でも例えば末永くんが本業は洋服屋さんっていうのは知らん人多いかもしれない。あーそうなんだ。まあそうやろね。やばい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 、ポールでかかっとった。へえ、どうだ、なんだ。さきちゃん、さきちゃん。さあ、今日本当にもう末永くんあっぱれやった。ああ、いや本当に。買った時についてる針からは少し変えてますね。はいはい、まあね、そういったカスタムもね、釣りの楽しみの一つなのでね。ここだけちょっと宣伝しとこう。これはですね、ダイワさんの針なんです。ダイワさんの SLJO の服なんです。いいですよ。あ、終わった。いやまさかのこいつでした。すごい、イカまで釣れた。やば、ちょっとなん、タコとかイカとかわけわからないわ。わけわからなくなってきたね。ちょっとね、何これ、イカ、ヤリイカ、すげー、ヤリイカ、うん、ビックラコいた、ビックラコいた、マジイカまで釣れたよ。あらかじぐごっつねえ、やるわ、やべえわ。いやいや、まさかのイカちゃん。うん、そのうち2種目魚ですらなかけんの。ねえ、
いやすごいよこのなんかいろんなものの釣れ方。やば。ねえ。すごいよ本当。すごいよね。いやまさに。びっくりした。まさに荒川。こんな日も。荒川よね。荒川ですよ。小安言葉ですね。草が弁で荒川って言うんですよ。マジで荒川。マジ荒川。やばい荒川。戻ってきました。はい。よっしゃ、いいよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。あーぶん。ぶん。おー、いっぱいおるね。なんだかんだで結構釣れてますよ。ね、一先から、結局11種目だったとかな。アコー、最後のイカで。ね、アコー、イサキ、はい、タイ、マルアジ、マアジ、イトヨリ、まあ、リリースしたけど、アラカブ、デラ、サーバー、横筋、フエダイ、フエフキダイ、あ、エッソー、あ、12種目かな。おー、ちょっと俺の頭が追いつきません。アラカジグで12種目達成。はい、はい、すげえな。11か12、11か12、はい、よう、よう釣れたですね。ねえ、よう釣れたところが、まあほぼほぼ末永くんですよね、うん、8割末永くんやけどね。いやいやいや、まあ、でもでも全部荒川で釣れたんで、なんだかんだで釣れたんですけど、うん、あのね、途中 の, あのやっぱりあのでっかいバレちゃったね、末永くんの一発と、あれの正体を今度突き止めたいですね、うん、そうね、はい、じゃあまたリベンジに来るということで、そうですね、今ほろっとそういう流れになっちゃいましたね。いやいや、来ようや。行きますよ。BG ひろと。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では帰って料理しましょうかね。ですかね。はい。はい。本当はお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。